ね、これ。ちゃんと見たことない。誰？誰だ？日本だ。え？あれ？ちょっと待ってください。いやいや、ちょっと待って、これって新キャラ？いや、新キャラじゃないだろ。いや、新キャラじゃねえだろ。新キャラ、新キャラ、龍太郎です。龍太郎？新キャラ、新キャラ、いや、新キャラじゃないよね。ほら、みんな書いてるよね。みんな書いてるっつ。新キャラ、みんな書いてるっつ。新キャラだ。新キャラか。なるほどじゃねえだろ。なるほど。おいおい、どうした？なるほど。新キャラじゃないでしょ。え、なるほど。何がだよ。龍太郎、お前は気づけよ。やってきたんだろ。どういうことなんだよ。龍太です。いや、龍太にもね、じゃないだろ。龍太にもじゃあ注目してほしい。ね、ここに来て。本当にこの逆転の世界ってみんななんで気づかないんだろうな。いやいやいや、もう何のことだ、ちょっとわかるだろ。さっぱわかんない。じゃあ、なんで御言葉さんが隣にいるんだって話なんだよ。いいとこね。じゃねえだろ。わかんじゃん。いいとこですよ。なるほどな。なるほど。いいとこです、いいとこです。いいとこです。ちょっと似てる。何深くないよ、何にも。アウチの髪型、ちょっとね。ちょっと注目です。ちょっとね。ちょっとね。新キャラ出てますね。新キャラ出ます。これこそ新キャラじゃないですか。新キャラ。許しません。でも動きが…何か彷彿とさせる。確かに。なんか余裕ですね、これアウチ。可愛い。激しく目が多い。どっかで見たことあるだろう、目の動き。真似しなくていいんですよ、真似しなくて。そういうのは学ばなくていいんです。真似しなくていいんですよ、それは。何真似って、ちょっと戻してもらっていいですか。それは真似しなくていいんです。一旦戻してもらっていいですか。次ちょっとね、次の一回止めてほしい。違う、真似しなくていいんですよ。新キャラ、真似しなくていいんですよ。新キャラさん、せっかくなので、新主人公揺さぶるとこちょっと。揺さぶるもちょっと揺さぶりをね、見たい、見てもらおうかなっていうことで。新キャラ公式サイトにも載ってる。まさか。そうですね、確かに新キャラもいましたけども、3人目のなるほどがね、出てくるとはね。もうみんなバレてますよ、コメントにめっちゃ書いてありますからね。めっちゃ緊張する。主役交代とかです。じゃあタイトル変えてくれよ。タイトルです。なるほど、龍太郎の覚悟にしてくれよ。じゃあ、そうですか。お、大好きな漱石さん。あれ、どうした。どうした、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 細長、どうした、何があった、お前。あれ、その亀はどうした。その亀どうしたの。変わってないな。あ、漱石もいいですね。いいですね。これで証言がね、こうありまして、と。はい、うん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 、うん、かっこいい。威厳がある、威厳がある。証拠でいきましたよ。証拠でいきましたね。あ、うち調子こいてんな。万年筆。万年筆。ああああああ、もう証拠品出たらもうダメだな、こりゃ。そうですね。そうですね。これは迷宮入りだな。迷宮入りしたらもうこのテープの根底覆っちゃうよ。いいの、それで。あ、ちょっと待って。誰か、誰か、誰か。ちょっと待って、この人新キャラ。いや、なんかあの白鳥の人でしょ。よくわかんない。これまずい。よくわかるでしょ。よくわかりましたね。よくわかんない。そういうことなんですね。マンネス。え、なんでなんでなんで。いや、マンネス見てもらえると。マンネス、マンネスじゃない。マンネスです。いや、もう注目するべきところあった。ミーシャ、ほら、いや、ほら、いやいや、ほら、確かにマンネスと気になるけれども。あ、もうダメだ。あ、もうダメだ。めっちゃ気になる。もうダメだ。もうダメだ。あ、ダメじゃない。ダメじゃないし。もうダメだ。もうダメだ。この後ろ姿が、もうひどいし、もうダメだ。これはもうダメだ。だからダメじゃないです。ダメですね、これ。ダメだってったらもう本当にこのゲーム終わっちまうからな。いかがですか。アウチの勝ちでエンディングでいいの。斬新。アウチ勝ちのエンディングでいいの。有罪日和ってなんだ。アウチがもうね、うん、頑張れ、なるほどくん。尋問、ここから尋問ね。頑張れ、ここからです。なるほどくん、頑張れ。いいところ、俺じゃないぞ。なんなら花澤香菜だ、きっと。花澤香菜の音声入ってたろ。入ってるだろ。いやいや、もうここからですよ。ね、しっかり出ますよ、いとこの龍太郎くんって。言ってますけど、いとこの龍太郎くんですか。でも頑張ってる、すごい。
頑張ってる、ね、頑張ってるやるしかない、うん、ねえ龍太郎くん頑張れ、おっぽい、おお龍太郎くんを随分押しますね、頑張れ尋問開始ですよ、じゃあちょっと揺さぶってみましょうかね、おね、おあったいきなり揺さぶってきますよ、頼めそうな格好でねこれ、うん、ねえなんかねあの神はどっから連れてきたの本当にあ、そっか、なるほど、手ぬぐいを持ってるんですね、そうこの当時 ね、なるほどね、ボーイの格好ではなく、そうなんです、うん、こうやって海水浴に、そのためにわざわざ亀をくくりつけたのか、亀が喋ってるみたいになってる、かわいい、亀からの証言です、ね、確かにこの時代の水着ってこんな感じ、ね、ああいう感じなんですよ、横島もね、確かにそうですね、海水浴、何事かと思いましたよ、そうですね、そうか、愉快な話します、あ、またお決まりの、ま、たすぐ血を流す血入っちゃうよ、ソウジキさんもちょっとね、ソウジキさん、はい、いやソウジキさん僕一番好きなんですよ、大逆転で、いやいいキャラですよ、いいですよね、ちょっとね、これちょっと分子さんっぽくね、このキャーをぜひともセリフ、あの、キャーを言ってほしいもうモーションのあの個性がねえすごいですよね、本当にソウセキさんだって掘ったでは目に入った、ほう、ほう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 、どこのことだ、お、ここが出てきました、こういうところで事件が起こったわけですね、ちょっと法廷記録のやつをここでちょっと見てみると、あれだあれだ、掘ったてこうやってこうね、ここちょっとこう現場写真など見てもらうと、いかにもなんか起こりそう、ほらここ、おやおや、右下の特徴的に、ウィー、いやいや今の今の、この新聞だ、この新聞だ、ウィー、すごいですね、ウィーじゃない、いやウィーじゃないですよ、ウィー、もっとちゃんと見せてくださいよ、いろいろ、もっとちゃんと見せてください、こういう感じ、大の大人がウィーじゃないですよ、ウィーじゃないですよ、ウィーじゃねえよ、ウィー、いやいや。まあ、英国レディーが一人で英国レディーがね、じゃあレディーっていうかさ、ほらもう気づいてる人いっぱいいるじゃないですか、何が何がじゃねえだろもう気づけ、やってないやつはもう大逆転裁判はやってくれあえて音楽で表現するとなるほどいいねというわけでここまででございます、もうちょっと先まで行ってもいいんじゃないですか、ここまででございます、うん、ということでここまで紹介させていただいたんですが、実はこの放送終了後から、これまあ任天堂 3DS の実機上でプレイしてるんですけど、公式サイトで体験版が遊べます、これは公式サイトに入ってもらうとページ上であのいわゆる